そこ左手って言ってた、うんうんうん、見晴らしがいいね、うんうん、俺も行っちゃってからにするか、うん、キャンバスも、うん、キャンバスとその後ろの車も行っちゃってからにするか、いいよ、左はいいよ、シートベルトがしっかり締まってない、あーやべえ、何がいいかな、あ、リアだ、リアのシートベルトを、そうそう、上にね、ピカピカしとった、これ外すよ、これ、これ、本当だ、本当だ、ね、リアもしてくださいってことなんだね、レッドナイヤとるもんで、うん、見晴らしはいいよね、うん、大柄なさ男の人が乗ってもあのスペースに余裕があるね、見晴らしはいいね、やってない気がする、あ、そんなことないか、こういう音なの、かわいいよね、鈴木の車は確かこういう感じの音だね、ダイハツはダイハツ、トヨタトヨタで、日産日産でやっぱ違うもんね、ちょっとね、うん、でも音別にそう、音別にうるさくない、うん、ターボ車だもんで、ちょっと強めに踏み込むと加速するんです、すごくギューンって感じで、なので走りには余裕があるよね、うん、幅もそんなに広いわけじゃない、うん、幅は一緒だよ、あの軽自動車の規格の 前もそんなに、うん、前はボンネットがあるかな、ちょっと長いかもしれない、サイドミラーもさ見やすくない、見やすい、広いの、ここを曲がれて、ここ曲がれって言われた、ね、あそこがローソン、ターボ車だもんでさ、あの坂道とか楽々ない、ハンドルはブレない？うん、ブレない、特に、助手席に乗ってるにはそんなに乗り心地が悪い、あれ違うら、まっすぐ、じゃあここ行け、ここだと稲荷さんに行っちゃうに、そうもうちょっと、もう一個向こうだかったら、だってオートバックスの前通らねえかんだもんで、ここ右行っていい？うん、右行っていいよ。ちょっとそこの左入って U ターンしに。ここ？うん。こうくるっと回れる、回るっていうか U ターンっていうかさ。小回りも効くね、うん、やっぱり、あ、ストップストップ、左から来る、F、基本は FR で、前にエンジンがついとって、後ろの後輪で後輪が回るもんでさ、アクセル踏むと、うん、後輪駆動、小回りしやすかった、なのであの小回りは効くじゃん、意外に、左がいいよ、全然。もう一回さっきの、あの水車そばのところまで戻って、うん、水車そば戻って、うん、あの蕎麦屋さんがもう一個あるじゃん、上州屋のところ、うん、そこを曲がるじゃん左に、そうするとエッソのあのガソリンスタンドのところに出る、うん、アイストヨタのところね、なので今のところで、今のところの蕎麦屋じゃなくて、もう一個向こうの蕎麦屋で、東京湾って言われた、そう、あれ東京湾じゃなかった、今
東京湾だった。東京湾だと東京湾って言ってあのジョイジョイのところって言ってたかな。東京湾じゃなくて山科じゃあまあゆっくり行ってくれていいよって言ったのいいよね、うん、と間違えちゃった。ちょっとどこか狭いからとか言ってたよね。気をつけてくれればよかったわ。左行っちゃえばいい。ここ左行って。エッソのさ交差点って言ってたもんで、オートバックスの前を通らねえかんと思うんで、バローとかさ。だから上州屋、あの山科っていうあの、うん、もう一個あるじゃん。角っちょ。蕎麦屋さんあるよね。うん、豊川信用金庫のさ。うんこのところを左に曲がればエッソの交差点に、うん、いつも安売りやっとる、あそこの交差点出るじゃん、うん、こっち側に持ってそうもっとガタガタってなるのかと、うん、ガタガタ道だとすごいもっと後ろに前座ったからかなちょっとわからないけど後ろは別に問題ないよ。ない、うん、ここね、もっとねすごく乗り心地悪いもっと道が悪いところを走っただら道が悪かったのかもしれんね、うん、同じだと思うよ、うん、車自体がさ、うん、なんか意外と乗り心地いい、ね、いいかなと思って今そんな悪いっていう感じじゃないね。向こう、うん、蕎麦どころって書いてある。ここ左だね。そうすると上州屋の前通って踏切り渡ってバローとオートバックスね。うん、で行くと。人が言っとったの多分ローソンとか言ってたから。さっきすごい満車じゃん。すごい。え、カモヤもやっとった今。やってない。なそんなにやってな、いっぱい車止まってなかったからやってなかったんじゃないの？営業してなかったのかな？ハンドルはどう？ブレない？全然ブレない。全然ブレない。ブレるってどういう感じ？あの、振動が。本格的なね、あのオフロードの車にしては静粛性が高いっていうかさ、うん、うん、ね、シンプルな感じだね、うん、こっちはないよ、でもつけれるオプションとかであるかもしれないね。オプションパーツは豊富にあるもんで、どんどんお金ね値段が高くなるけど。あとどういうところが変わる？これって一番あれかね。これ一番いい方のタイプだと思うよ。うん、ドアミラーがカラーだな。確かドアミラーがカラーのドアミラーのやつが一番いいやつだよね。あ、黒になってるね。黒白だよね全体的に。でナビはもともとついてないもんで自分で買ってつけるか、うんだね、ドライブレコーダーと ECT はついてないかもしれんけど ECT とドライブレコーダーとナビはどっかでオートバックスとかで買うって、うん、ここエストのあれだら、うん、ここシェルだよシェルここ左、うん、ここ左ね、うんこういうとこもあれだね、すごい混んでるね、スタンドも、うん、これちょっといい感じだね、うん、ここがいいね、かっこいい、うん、かっこいい、うん、他の車にはない、うん、ない感じ、うん、なんかシンプルやっぱりターボ車ってことと四輪駆動車ってことだけでも高いじゃん、うん、高い要素が荷物が置けれるってこと？右左のところここ、うん、そこ空いてる。ここはタイヤハウスだもんね。そういうこと？
あ、ルームあるんだ。タイヤがこの下にある。いいね。これで四駆に入るってこと？なんて言ったよね、あの人。いつ予約したって一緒だもんで、うん、でもその見積もりみたいなの知りたいかも、うんうん、それだけで。多分3つグレードがあるじゃんね、うん、とかは一緒だから乗った感じは一緒だよね。ちょっとした装備がちょっとずつ変わってくるだけで、ね、シートも多少違うかもしれんけどね、シート地とかデザインとか。このなんかの色と変わんないのは、いろいろね、ウッドパネルとか。でもそれは高くなるんだよね。いろいろ自分でつけるじゃん、オプションパネル、オプションパーツを。普通のカタログもらうと分かると思うけど、あの車自体のカタログよりもアクセサリーカタログの方が豊富にその点数がさあるもんで、選ぶだけでも大変だよ。走りはどう？走りいいよ、スースーいく感じ。スースーいくら、うん、やっぱターボは違うよね。じわじわ、あのミライ、あのピクシスはさ、じわっていくじゃん、うん、でこれはなんかスーっていく感じ、なんかじわじわっていうよりも。しかも3人乗っとるもんね。でこれで結構出やすいっていうか、1人で乗っとったらさ、ヒュンヒュンだね、うん。ブレーキがね、あの効くよ。ピクシスとはなんかちょっと違った感じ。全然慣れれば全然いいけど、うん。見晴らしはいいよね、うん。やっぱ普通の車よりちょっと高い位置で、うん、ね、位置は高いもんで、座高っていうかさ。うん、後ろはまあ広いのか。後ろに乗るのも乗るよりはしづらい感じだった。裏そんなことない？別に何でも関係ないよ、うん、ソアラに比べや全然いいよ。見通しはいいよね、やっぱりね。ちょっとね、うん、高い高いの位置が広いっちゃ広いね。まあレンジローバーをちっちゃくしたような感じでね、昔のね、レンジローバーは本当に馬みたいだったもんね、あの車ね、うん、馬に乗っとるような感じ、うん、ふわふわしとったね。そう、エンジンの鼓動とね、路面の状態が、あの手に取るようにハンドルに伝わるじゃんね。だから本格的なオフロードやる人はそういうのが、そういう感触がないと、あの走りにくいじゃんね。そういう感触でもってアクロを走破するじゃんね。キャメルトロフィーとかでそうだけど、うん、今の車はね、本当にあの優秀だもんで、アクロを走ってもさ、普通に走っとるような、ね、感覚で走れる、うん、だから今のレンジローバーはちょっと面白くないね。オフロード走ってもね、普通に走っちゃうでね。ディフェンダーとかさ、そういうタイプでね、アメリカのジープとかね、
軍用 の、 あの自衛隊みたいなのが乗っとるのね。ジープってめっちゃ高いんでしょ、うん、ジープも色社名だもんでさ、いろんなグレードがあるじゃん。こう左に、うん、ジープってそんな高い？ジープもピンからキリまでだよ。ラングラーからリミテッドまでさ、いろいろあるし。ジープってかっこいいよね。でも丸めですよな、うん、こういう感じだよね。ちょっとでかいけど、そう、オリジナルはみんなね、こういう同じような感じだったんだよね。アメリカのジープっていう会社がね、あの軍用機として採用したじゃんね、うん、戦争中にね、うん、それをもとに鈴木が、まあ、真似たあの類似品を作ったじゃん。でジブニーは今に至るわけだけど、随分とまあ本当に普通の乗用車としても使えるし、アクロもね、アクロ走破性もいいし、かなりの段差を乗り越えれるでね、うん、そういう風に設計されてるもんね。でタイヤサイズももうびっくりするぐらい大きいじゃんね、普通の軽乗車に比べると。あれもジブニーじゃない、前の、うん、そうだね、これはね、グレーだね、ちょっと渋いね、おしゃれだけど、うん、男の人って感じだね、うん。これ新型だよね、前の。新型だね、うんうん。あれでもあれだね、あのエマージェンシーブレーキがついてないね、自動ブレーキが。へー、でわかる。スカスカだら。下が？うん。これ見るとさ、上のところにボックスみたいのがついてるじゃん、黒いさ、中央に。あそこスカスカだら。うん。本当だ。近づかんと。あのオプション、最初オプションだったよね、うん、今は分からんけどね、うんうん、1年ぐらい前にジムニーの件でね、いろいろ試乗したじゃん、うん、本当についてないね、うん、その時には確かオプションだったような気がするよね、うん、今は全車標準装備になったか、うん、その辺は分からないけどね。これでもヒーターついてる、これはなんだ？下のヒーターじゃない？これ。そうじゃない？うん、リアこっちだけ、前だけ。つけれんかったり、あ、ついとったり、つけれたり、つけれんかったりするんじゃないかなと思うんだよね。グレードでね、うん、あの装備がやっぱ若干変わってくるよね、うん。走った感じは一緒だね。ホイールも何だか普通のホイールっぽかったね、今の、何も。じゃああれがね、いいやつじゃんね。これがいいやつ、うん、ホイールって。ブラックあの塗装してあるやつ。うーん、あれアルミだよ。うん、アルミなんだ、うん。あれ右のジムに今行ったの、うん、もうそう。昔の、うん、いや、みんな半年待ちとかさ、1年待ちでやっとこう手に入れたやつだもんね。すごい暖かくなっただけど、暑いだけど、お尻が。この時も別にすごい方々になるわけじゃないね。うん、ならなかった。すぐ暖かくなるね、これ、うん。後ろ座っとる分にはめちゃくちゃ広いけどね。うん、荷物がないもんってかとかじゃないけど。うんうん、普通に走っとる分にはね、あの今の車出来がいいでね、うんうん、何にもあの不安なあれはないわね。快適性をやっぱり重視しとるもんね、今の車はね。基本性能はさ、あの十分クリアしてるから。ここは一応なんかこうバーみたいな、ね。助手席の人がそこで耐えるじゃん。うん、そういうことか。一応そういうのがついてる。ラリーをしたりする時のなんかはね、うん、ナビゲーターの人はそこで持って体が浮かんようにする。運転席の人はあのハンドル握っとるもんでいいけどさ、うん、こんな感じだね。
まあまあいい、うん、よかった。嬉しやすい。いて。